今日は美味しいタケノコを同僚にいただいたので、茹で方と超簡単なレシピ5品をご紹介します。まずタケノコを水で洗って土を落とします。下の方の重なっている皮だけ外します。あんまり外しすぎると中まで出てきてしまうので気をつけてください。次に下の方のイボイボを切ります。ここのイボイボのところは黒いと新鮮です。赤くなっているものと両方あったら黒っぽいものを選んでください。あんまり切りすぎなくて大丈夫です。次に一番下のところだけ薄く切ります。このタケノコは大きく見えますけど、結構剥くと小さくなります。タケノコの上の方を斜めに切ります。穂先まで切れないように気をつけてください。こんな感じです。次にそこの、斜めに切ったところに垂直に切れ目を入れていきます。ここも切りすぎないで気をつけてください。大きめな鍋にタケノコがかぶさるぐらいお水を入れます。ここではお湯ではなくてお水です。縦の切れ目はゆだりやすいように入れています。次に鷹の爪を1本入れます。種は抜いてあります。ここはなくてもいいです。次に米ぬかを入れます。米ぬかがない場合は米のとぎ汁を使ってください。次に落とし蓋をします。これは小さめなので30分ぐらい茹でました。沸騰したらコトコト煮ます。確かめる方法は竹串を刺してスーッと入れば出来上がり。ここで固かったらもう少し茹でてください。このまま冷めるまで茹で汁に入れておきます。これでアクが抜けます。冷めたら硬い皮だけを剥きます。ここでも剥きすぎ注意ですね。結構皮の下のところは食べられる場合もあるので、みじん切りにしたり千切りにしたりして食べていただいて大丈夫です。剥いていくと小さくなりますね。なるべく剥かないようにします。食べられるか確認してもいいかと思います。で、形が崩れてるところは千切りかみじん切りにして、餃子の種とか肉団子の種とかに入れても美味しいです。今ちょっとつまみ食いしましたね。柔らかいかなと思ってちょっと食べてみました。柔らかいです。こんな感じに可愛く剥けました。料理の方法は上の方は縦に切って、下の方は固めなのでみじん切りにしたり千切りにしたりして使うといいです。これはタケノコとビーツの葉の炒め物です。上の方を使ってるので縦に切ってます。ビーツの葉っぱじゃなくても普通に葉物野菜とかでも美味しいです。ほうれん草とか小松菜とか美味しいです。塩コショウとガーリックパウダーで味付けてます。これはタケノコの土佐煮です。好きな大きさに切って鰹節と醤油を適量入れてレンジで1分ほどチンしてなじませています。タケノコは美味しいのであんまり味を濃くしないといいかと思います。
ます。これはタケノコとシイタケとネギの炒め物です。タケノコを薄切りにして、シイタケも1センチ幅に切って、長ネギも斜め切りにしてさっと炒めています。これは少量の醤油で炒めています。これはタケノコとシーチキンのカレー炒めです。これはタケノコを薄切りにしてノンオイルシーチキン、汁気を切ったものを加えています。カレー粉を少し加えてレンジで1分ほど加熱して、パセリを振って塩コショウで味を整えました。これはタケノコとごま酢味噌あえです。酢味噌、味噌とお酢と砂糖はすべて同量入れて、すりごまも同量入れて混ぜて味をなじませています。上の葉っぱは山椒の葉っぱです。こんな感じに美味しく出来上がるので、春のタケノコのシーズンはいろいろに活用してみてください。